成長はしましたね。タクトレとジムトレの両方ですね、コスパがいいかな。I I like、はい、皆さん、こんにちは。高年期世代真っただ中、52歳の牧でございます。今日のテーマはですね、タクトレ VS ジムトレということでお話をしていきたいと思います。 のね、視聴者さんからの質問の中で多いのがやっっぱりジムに行かかなないいいいいと痩せられんんでですすすていう質問がすごい多いんですよね、まあ、私もねジム取りやっていることもあってそれを見ていただいていることも多いせいかジムに行かないと痩せないんじゃないかとかやっぱりトレーニングはタク取りじゃちょっと足りないんじゃないかっていうふうにね思われる方もいらっしゃるかと思いますので今日はちょっとその質問にお答えをしていきたいと思って 今日はですね宅トレとジムトレのメリットそしてデメリットという部分で2つをですね比べながらおお話を進めてていいきたいと思っておりますでね前にもお話をしたんですけれど、まあ、私はですねあのダイエットを開始した当初というのは半年間自宅での宅トレをやっておりました。 はいでコロナ禍っていうこともあったので、まあ、家でのトレーニングがまあ主流になったっていうこともあるんですけれどでその後なんですが少し筋力をつけてから半年後にちょっと体重がね停滞した時期があって。 でその打開策としてジムトレを再開したっていうのがね私の経緯ですでどうせやるんだったらガチな筋トレやってみようと思ってそ,そ,そ,まあそれはねほんと興味本位で始めたんですけれど、まあ、そこにたまたま大会に出てるトレーナーさんがいらっしゃってそれでまあパーソナルやってもらったっていうのがねあなんかこれ面白いなとかね思えたので。 でそこからまあ結構いろいろ教えてもらって食事のこともそうですけれどトレーニングのこともそうなんですけどすごいたくさん教えてもらって自分でもかなり勉強して現在に至るというわけでございます。というわけで宅トレとジムトレの両方をですね経験してきた私が思うこの2つの違いについてですね今日は忖度なしでお話をしていきたいと思います。 というのも私はですね、特にそのジムの回し物でも何でもないわけなので、あの、どちらかに偏った内容というわけではなくてですね、私が本当に実際にやってみた、そして感じたこと、実感したことをですね、皆さんにお伝えできればいいかなと思っております。で、あと、ジムに行けば必ず痩せるとか、タクトレは痩せられない。 っていうわけではないのでこの話については最後に皆さんにお伝えしたいと思っておりますで、まず宅トレがいいのかジムトレがいいのかっていうところの観点から言うとこれはね私はね自分が目指す体によって変わってくるのかなと思ってますちょっとその話もね含めながらお伝えしていこうと思います まず、宅トレのメリットからお伝えします。まあ、これはもうね、まず自宅で手軽にいつでもできるし、わざわざ着替えることもないですし、準備しなくてもいいですよね。あと、周りの目とかもね、気にならないという手軽さが一番のメリットだと思います。それに今は、私も出してますけれど、YouTube でいろんなトレーニング動画が配信されているので、これ無料で始められるっていうのはとってもメリットだと思います。 で私も当時は家ですっぴんでジャージでやっておりました。で、デメリットの部分なんですけれど、まあ、さっきちょっと体の話に触れましたけれど、慣れる体というのは、まあ、しっかりね、こう筋肉をつけて、メリハリがあってっていう体よりも、どっちかっていうと、そうだな、あのヨガのインストラクターさんみたいな、そんなボディですね。どっちかっていうと、こう、まあ、 しなやかなボディーラインなのかなというふうに思ってます。例えばこう、プリケツ、プリケツでウエストにくびれがあってこう、立体感があるみたいな、そういった体になるのはちょっとタクトレだと難しくなるのかなというようなイメージですね。で とはいえ、全く体は変わらないのかって言えば、それは違います。体ちゃんと変わります。なので今日ちょっとここにね、あの、実際に私が半年間のタクトレで作った体というのがありますからね、皆さんにご覧いただければと思います。はい、ちょっと見ていただくと、お尻もダイエット始めた当初からはですね、半年間で随分上がっている印象がありますし、あと背中のはみ肉なんかもかなり解消されたっていうような感じですよね。 なので、タクトレの場合でしたら、運動で少し体を引き締めたいだとか、しなやかな体を作りたいということであれば、まあ、こんな感じでね、ある程度の体は作れるんじゃないかなと私は思っています。でね、ただ一点だけ、人の体っていうのは、どうしてもね、あの、一定のところまで鍛えてくる。 今度はちょっと負荷を上げていかなななないいいととなかなか筋肉は育たないという部分があるんですねそうなってくるとまあ例えばお家でできることといえばお尻のバンドを使ったりだとか、まあ、ダンベルみたいなものそういったものを使うっていうことになってくるんですけれどさらにその上の体を目指したいっていうことになってくるとちょっとお家でやるのはまあちょっと限界が来るのかなっていうようなねそんなイメージではあります。 あとはね、意外にサボりがちっていうところありますよね。すぐできちゃうから、そう、すぐできちゃうから、ついついね、サボっちゃうんですよね。私もちょいちょいサボっておりましたけれど。あの、手軽だからこそ、自分でね、やらなければいけない。行かなくていいからね、手軽だから、だからこそ、ちょっとサボりがちっていうところありますけどね。まあ、そのあたりがちょっとデメリットなのかなーっていうようなね、そんな感じもいたします。はい。 で、次にジムトレのメリットについてお話をしていきます。で、ジムには本当にいろんな。 そんな筋トレのマシンがあるので使い方をスタッフさんが教えてくれたりだとか他にも自分に合ったメニューを組んでくれるっていうところはメリットですよねであとねあのジムのマシンっていうのは軌道が固定されてるんですね例えば胸のトレーニングをしますっていうとこうマシンでこう軌道が固定されるのでお家でこうフリーでいろいろとねやるよりは 結構ジムの方が狙ったところピンポイントの筋肉を鍛える効率よく鍛えるという部分ではこれはねあのメリットだと思います。あと他にもパーソナルとかだ たらま食事管理の話なんかもねあの教えてもらえるところもありますしねまあ、そのあたりはメリットですねまあというわけで自分がなりたい体に効率よく近づけるのかなっていうのはジムのトレーニングですねでちなみに私がやっているようなジムでのフリーウェイトのトレーニングなんですけれど女性がね筋トレをするとみんなね結構ムキムキになっちゃうんじゃないのとか胸のトレーニングしたら胸なくなっちゃう じゃないのみたいなふうに思われがちなんですけれど私1年半やってますけどほんと全然ムキムキにもなってないですのでご安心いただければと思いますよくボディービルの大会みたいので女性の方、ね、がすごい筋肉ついてる方いらっしゃるじゃないですかあそこまで行くには相当な年月と相当な努力が必要ですので一般的にやる程度であれば まあ私がやってるぐらいの程度であればですね、あの、決してムキムキにはなりませんのでね、あの皆さんご安心いただければと思います。<laughs> ものすごいやったら筋肉がついちゃいますっていう方は逆にね、筋肉の才能のある方なんで、ぜひともそんな方はですね、大会に出場してもらった方がいいんじゃないかと私は思っております。別にメリハリじゃなくて、まあ筋肉もそんなにつけたくないわ、なんていう場合でもですね、あのメニューによっ いろいろ対応することができるのでまあ言うなればジムでは幅広いこう体作りができるのかなというようなそんな風に思ってます。でさっき効率がすごいいいよっていう話をしたんですがちょうど私のねあの以前に、えー、測ったインボディの結果体組成形ですね結果がありますのでこれちょっと見ていただくとすごく分かりやすいと思います。これ当時ののインボディの 計測結果なんですけれど体重が5 2 6キロで、えー、っと1ヶ月後に体重は5 1 9キロ筋肉量が36.1から36.8まで上がってますでさらにねその下の結果見てもらいたいんですけど27.2%の体脂肪が24.9%になってるんですね まあ、約1ヶ月間で体脂肪率が2.3%減ったっていうのはね、これはねかなりいい結果なんですね。なのである意味これはやっぱりジムトレの方が、まあ、効率がいいって言われてるまあ、証拠証拠というかという部分であると私は考えております。あのジムのトレーナーさんからもこの2%は大きいですよっていうふうにね話をしてもらいました。 この結果から見ると筋肉の成長という部分ではねすごい効率がいいんだろうなっていうのは思いました。タクトレに比べるとやっぱりジムトレの方が筋肉の成長っていう面では効率がいいなっていうそういう感じですね。 まあ,あとねあのお尻についてもなんですけどやっぱりちょっとジムに行ってからだいぶ成長はしましたね。まあ、さっきもあの半年間のタクトレでも成長したっていうことはあるんですけどそれでもジムの方がやっぱりその 負荷をかけるので成長率は早いなっていう感覚はあります特に背中とかねお尻とかそのあたりは顕著に出たなっていうイメージですね、はい、さて続いてなんですけれどデメリットですデメリットの部分ではもうこれはもうお金がかかるというところですよねでまあ私が言ってるのは今24時間のジムなんですけど今8500円ですでちょっと今は ほとんどパーソナルやってないんですけど、やってた時はそこのジムで5000円。割とこれは値段はお手頃だったと思います。私今行きたいなと思っているパーソナルの、えー、ジムは1回1万1000円とかかかるので、ちょっとこれはお値段が <laughs> かかりますねと思っております。 他にも、まあ、すっぴんが気になるなんていう人もね、いらっしゃいますよね。あの、コロナ禍でね、結構みんなマスクするようになったんで、すっぴんで行っても全然平気は平気です。私はいつも結構すっぴんでマスクで、これまではやってたんですけど、ちょっと最近みんなマスク取り始めたので、ちょっとメイクしないといけないかなって、ちょっと思いながらもすっぴんで行ったりもしております。 朝なんかもうめんどくさいんでねいいかなと思ってますはいまあデメリットって言えばデメリットはいあとは家からジムまでが遠いとかもうそもそも近くにないなんていう場合はこれはもうやっぱり行くまでの時間だとか滞在時間を含めるとある程度の時間の確保が必要になってくるっていう部分ここもデメリットですよね じゃあここでね実際タクトレとジムトレどっちがいいのっていうことで私の見解をですね皆さんにお伝えしていきたいと思いますじゃあ行きますよタクトレジムトレどっちなんだいちょっと筋肉みたいになってますおい俺の筋肉どっちなんだいみたいになってますけど <laughs> はいじゃあ行きますよどっちででもいいですえ。どっちでもいいのみたいに呼ばれたかもしれないんですけど あのね、結局、続けられるかどうかなんですよ。宅トレでも、ジムトレでも。まあよくね、ジムに入ると、入ったことに満足しちゃって、で、まあ行くのめんどくさくなっちゃうとかね、結構張り切っちゃって、初めのうちにね、なんかやってたらめんどくさくなっちゃった、なんていうこともね、結構あるんですよね。まあそう考えれば、ジムの回避、払わなくても、 いいよねってことであればタクトレでもいいでしょうしまあタクトレもサボっちゃえばダメだしなのでこれはもうね単純に続けられる方だって私は思ってます。とにかくねあのいわゆる運動習慣を身につけるのが一番 大事なことなので、まあ、ジムに行こうがタクトレであろうが普段運動をするっていうことをね週に例えばまあ2日からでいいのでちょっと始めてみるっていうことを、まあ、習慣としてできるようになればそれはもうどっちでもいいと思います。でさっき話したような自分がどんな体になりたいのかっていうことを考えた結果ジムがいいのかタクトレがいいのか選んでもらえればそれで私は十分だと思ってます。 はい。で、筋トレ私は進めてますけど、その、いわゆるね、すごい結構体重がある方で、スクワットもちょっと難しいっていう方が、急に筋トレを始めるっていうのは、やっぱりちょっと筋肉量足りないので。 そうなると怪我がね、心配になってきますから、やっぱりそういう方は、まあウォーキングあたりの軽い負荷の運動から始めてもらうのがいいと思いますしね。まあいろんなね、その、それぞれのその人の状況というのはあると思いますので、その状況だとか、あとの筋肉量だとか、なりたい体だとか、まあそんなところでね、選んでもらえればいいんじゃないかなと、そんな風に思っております。はい。 まあ、効率よくやるんだったら、そうだな、今のもし自分が進めるんだったら、まあ、タクトレちょっとやりつつ、ちょっとジム入ってみてもいいんじゃないみたいな、そんな感じですかね。まあ、タクトレでもさっき見てもらったように十分、あの、体作ることはできるし、ジムに行けば結構効率よく体は作れるし、 まあどっちがいいのかな、どっちがいいのかなどっちがいいのかなちょっと難しいですけど。で、ちょっとね、皆さんに言いたいことがあって、ジムでやるスタジオレッスンみたいのがあるんですけど、これはね、結構みんなでやるから楽しいから続けてるっていう方もいらっしゃると思うんですが、例えば、ダンスだとか、ヨガだとか、ピラティスみたいなものですね。まあ、いわゆる、自重トレーニングって言って、あの、自分の体を使って、自分の重さを使ったトレーニングがほとんどになってくるんですね。 実はこのトレーニングあたりはほとんどお家でもできるトレーニングです。あの、タクトレの動画見ても内容的にはほとんど一緒かなと思ってます。まあ、さっきも言いましたけど、みんなでやるのが楽しいから、それでやってるよっていうのであれば、それはそれでいいんですけど、せっかくジムに行くのであれば、私は筋トレのマシンを使った方が、どっちかっていうと、コスパがいいかなっていうふうに思います。 その理由はあ,のああいう機械っていうのは家ではなかなかできないものですしあとさっき言ったように狙ったところ筋肉を効率よく鍛えることができるのでもしジムに行くのであれば筋トレを私はおすすめをいたします。そういういマシンをを使っっったた筋トレをやってもらった方が、まあ 得かなっていうような、そんな気はいたしております。とはいえ、あの、本当にね、自分の好きなことをやるのが一番いいですかね、それが一番続けられる方法なので、あの、強制ではないですけど、そういうのやった方が、どっちかっていうと、まあ、あの、筋肉育てる分にはいいよっていうことで、今日はお話をさせていただきました。最後に伝えたいことなんですけど、結構ショートのコメントとかで入ってくるんですけど、ジムに行きゃそりゃ痩せられるわなとか、あと、 パーソナル言ってりゃ痩せるよねっていう方いらっしゃるんですけど、これ間違いですからね。ダイエットは食事が9割、運動が1割、私は8割、2割だと思っています。運動だけで痩せるなんてめちゃめちゃ大変です。例えばなんですけど、ウォーキングをね、1時間したとしても、まあ、ご飯1杯ぐらいしか消費できないんですよ。 まあだから2 0 0キロカロリーあるかないかぐらいだと思うんですけどだったら例えばいつも食べてるおやつ2 0 0キロカロリーを減らした方が正直簡単です。でおやつ減らしてさらに運動も増やせばもっと効率よくダイエットが可能になるというわけなんですね。はい、なのでジム行けば痩せられるとかパーソナルやれば痩せられるっていうのは結構甘いんでね。 気をつけていただきたいと思っております。あのちゃんと運動と食事管理をしなければなかなか成功することは難しいです。運動だけで落とすのはめちゃめちゃ大変なのでそのあたりね皆さんあの本当に誤解のないようにお願いします。なのでジムに行けばいいとかタクトレがダメっていうわけじゃないのでねまずは自分に合った運動を探すっていうのがね一番だと私は思っております。 はいい参考にしていただけましたででしょうかははいい本日は以上でござまますまた何か質問などございましたらコメント欄概要欄の方ですね、えー、書いていただければですねまたあのー、コマごまと返せれば返していきますしちょっと増えてきちゃったので返せない場合にはこんな感じで動画で上げてきますのでね是非どしどし書き込んでみてくださいはい。 ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイどっちでもいい